フリートーク大変じゃないですか、マジで。俺全然大苦じゃないんだけど。いや、大変なんすよ。いや、さっきも、いや、今日フリートークだっつって、なんか今日俺出そうな気がするっつう話になって、話題ねえなってなった。話題なんてもうその場でいいんだよ。即興即興。こんなことあったんですよ、探したんですよ。ちゃんと日中。そしたらなかったんですよ。なーにーだよね。劇的な人生を送ってる人なかなかいないんですよね。本当に。じゃあ俺と大輝行く？お願いします。平凡じゃないトークお願いしていいですか？分かったよ。なんかあるんだこれ。何お前そんなこんななっすよ。さっき分かってました。もうフリートークなんて何だっていいんだよね。みんなね。で、何なの最近あの変な LINE は。車動かないっすみたいな。バッテリーがまた上がっちゃって。おー、上がった。で、そういえばあれ何の仕事だったの？エアコンの仕事。プライベートで使おうとしてないでしょ。また？え、使っていいんだけど、何してたの？どこにいたのそれ、あれ。また俺やったのかなと思って。ちょっと疑ってる。俺。あのエアコンだったんだ。レッスン終わってそのまま海老名の方の会社のエアコン清掃を頼まれてて、でその車で行こうとしたらエンジンかからず、えってなって、やばいってなってバッテリー上がっちゃいましたっていうのを言おうと思って電話かけた。じゃあいいんじゃない？ごめんごめん、疑っちゃってたわ。なんかどっか行ったのかなみたいなってのは大輝のピーです。逆そこまで言ったらわかるし。リリカルライトに来るの？いや、来ないです。あ、バッテリー上がってるわ。晴れましたのソロだっけ。はい、リリカルライトの、はい、もうトラウマでしょ。トラウマっす。あんなじゃなかったよ。イエーイ。いやいや、ほらマジでみんなね、これマジめちゃめちゃ持ってるから真横で見てるんだけど、イエーイって本当にダンスやる前にこれやりますね。いやいやいや、そのぐらいよ、マジで。証拠部位ないっすか？ないの？ないっすよ。いや、絶対あるんだよ。絶対誰か持ってるよ。もう一回やろうか。いやいやいや、もう大丈夫です。緊張してんなってのは伝わってきた。それをぶっ飛ばすためにテンション上げて、うわーうわー大輝、うわー俺も大輝。これマジなんだって。それダンスじゃない。いや、ダンス。いや、足は左右、左右ってなんすか、こんなやり。いやいや、緊張したじゃん。あ、まあ確かに。今回その大輝のソロリリカルナイトがあるんだけど、そこで大輝がね、そのトラウマをね取っ払うために、なんとソロでね。そうですね、5年前ですか、4年前ぐらい。いや、4もっと前じゃねえかな。じゃあ芦部とかもガンガンソロ出てたし、マオもガンガンショー出てたもんね、あの時は。もう、はい、俺普通にオープニングでソロやったりもしてたもん。ああ、そう、普通にこう、俺はこう、はい、こういう感じで出てって、はい。これマジなんだって。だからじゃあヒントを言うならば、あの時あれ正解は、もっとクールに出てって、はい、何みたいな感じで出てって、急にこう入ったらかっこいいんだよね。ああ、そう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 、それがなかった。小学生が出てきて手挙げた感じ、授業参観で、で、で作文読み出してる感じの大輝だったんだよ。じゃあマジ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 、さっきなんか家のとこめっちゃカッコつけてたから、うわ出たわと思って。カッコつけてはないですけど。じゃあ実際どうだったか、ちょっと最後にやってみて。トラウマのイメージを、イメージを、イメージ、はい、うわー。いや、待って、ほらほら。いや、今ノリでやったらないですよ、すいません。もうスキルアップしてるでしょ、あの時と違って。まあそれはもう、今日もう俺今フリートーク4人のやつ見てたけど、やっぱ大輝は回すべきじゃん。すごいスキルがもう超出てた、成長してんなって。あ、本当ですか。もすごかった、ポンコツすぎて。びっくりしたもん、俺。何してんの。難しいですよね、回す側には向いてないかもしれないです。やっぱりボケるから、味を加える方。ちょっと味、何かあったその味付けやめてもらっていい。ちょっと上からの感じがする。なんで俺がいないと味決まんねえみたいな。そういうさ、スパイス的な、スパイス的な位置でいいかな。今俺が言ったやつ言わせ。まあでもそこは本当難しいっすよ。直さんみたいにポンポンね、内容とかが浮かんだり。いや、浮かんでないよ別に。思ってたこと言ったり、さっきみんながなんかクリスマストークしてて、
サンタがいつまでいますかみたいな話してたでしょ。俺なんか悲しかったもん。俺覚えてないんだよね。クリスマスの俺記憶が1回しかない。そうなん、そう1回しかないから、仮面ライダーのなんかベルトをもらって変身したんだよね。そんな悲しそうに言いますよね。そんで、親父とおかんがめっちゃ喧嘩するっていう。前まではスナックみたいなカラオケ屋をやってて、1階がそれで2階が住居みたいな。親父が下で味噌汁作ってて、で、お母さんはせっかくだからって上で味噌汁、あ、豚汁作ってて、で、俺それ両方見ちゃって絶対喧嘩起きるってなったんだよ。そんでもあの状ですよ、ブラッククリスマス。だからいい思い出ないからやめて、こっからいい思い出にしてよ、このクリスマス。まあでもね、大輝に言われるの分かるの、大輝にだけはちょっとなんかちゃんとしたプレゼント買ったことないかも。いや、もらってますよ。全然笑うとこじゃない。何もらった、何もらった、何もらった、なんか俺あげたっけ。いや、服とかいろいろ。あ、あれはもう俺がもう汚ね、なんか誰とかちょっと汚ねやつをパパとかやってだけじゃん。嬉しかったのに。え普通になんかポンって渡したことないなってさっき思った。誕生日は来季はもうあれだよね、11月1日だっけ。11月7日か。1月7日です。11月7日だから今年は、今年は終わっちゃった。11月7日だから今年はもう終わっちゃったから、また来年の11月7日ね。終わってないです。何1月7日です。変えた。え、ちょっと生年月日変える人っているの。変えてない。変えたでしょ。変えてないですよ。じゃあ何が欲しいの、それ教えてよ。いやでもまたこの雑巾でいいのか。欲しいものは絶対あるよね。絶対絶対ある。この間もなんかよくわかんない服また着てきたの。で、言うんだよ、言うんだよ、みんな。え、だけどどうしたのって言ったら、の、お前前から持ってたやつ。これもう名言だからね、こいつの。まあ、これ前から持ってたんです。ちょっと生きるんだよね、しかも。いやいやいや、本当に。でもその大半は最近買ったやつだったじゃん。でしょ、それは。そう、まあ、なんでそこで嘘つくの、嘘つくの、これで。なんで嘘つく、俺嘘つき超嫌いだからね。じゃ前からですっていうのは本当に前から持ってる。みんな忘れてる。この間買ったやつは確かに買いました。いやいやいや、前からって言ってたじゃん。半年、まあ3ヶ月前とかですけど。いや、そこは嘘ついてもしょうがない。過去にちょっと買っちゃって、やべえ、絶対直さんに言われるなってなって、いや、これ前から持ってましたって嘘ついたことはあるかないか、どっち？それは、ズバリ。あります。叫んだよ。